ね、聞いてくれてきたくと周りもなくなってから気づいたの。えよ、わざわけもなくフルで飛ばした自分の感情ハンドルのマスター。空とスマホで思い出すあのキラキラの情報のペーパー。今しかないこの一瞬は今を生きてとかばっかり。もう上げた反撃ののろし、ニュータイプなつくさや。おう、今もどの君とはない。あの日のことを思い出してみる。いつもとは違う不思議な夏だった。みんなはどうだったんだろう。大丈夫そう？よくないけど。ビデオ通話は楽しい。分かんないけどそれは。離れててもなんだか直接会ってる気がする。似合うじゃん、似合う。でも遠くで見かけることが、偶然すれ違うことが。大事だった人もいる。駅までの道、君にばったり会わないかなって思う。そんなことあるわけない。はいどうも、たけしゅんです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。筋トレやってない方、再生回数は全然伸びない。めちゃめちゃでかいハンバーグを作っていきたいと思います。たまに周りからバカにされてるの知ってる。カメラの位置が悪い。でも今は恥ずかしさよりやってみたい気持ちが強い。面白そうなことは何でもやる、それだけは決めている。もうすぐ夏が来る。でも実感がない。春にクラス替えがあった。本当は今頃新しい教室にすっかり慣れて、新しい友達と何か新しいことをしていたはずだ。一人でいると昨日も今日もなんだか似ている。多分明日も。高校2年の夏は二度と来ない。私は何をするんだろう。何かしないと。多分今日と同じ明日。だから私はみんなと一緒に歌うことをこんなにも楽しみにしてたんだ。
みんなどこから来たんだろう。学年は？名前は？話しかけるには少しだけ遠い。この半年は驚きっぱなしだった。オーディションに受かったこと、 CM がなくなるかもって言われたこと、スマホで撮影をしたこと、全部が半年で起きた。みんなはどんな半年だった？不安だった？退屈だった？がっかりした？悔しかった？寂しかった？楽しい時もあった？誰に一番会いたかった？知らないみんなが同じ場所にいて、同じ方を向いて、晴れるのを待って、目を合わせて、汗をかいて、頭が空っぽになった時、私たちみんなの夏が始まって終わる。私たちはまたねと言いながら別れるだろう。でもこの景色は忘れないだろう。誰かと一緒に何かをすることはやっぱりこんなにも まず練習の時はプレッシャーや恥ずかしさなどがあって自分の思いを出すことができなかったんですけれども、本番でまず素敵なセットに感動してものすごくテンションが上がって後悔なく歌って踊ることができました。心配だった点はすごくダンスが好きなんですけれども、ヒップホップのこの特有のリズムに乗ってこうヨーヨーってするのがすごく苦手だったので、そこを先生にご指導していただきました。そして最後の方は自然と出せるようになりました。水を浴びながら歌って踊るためものすごく体力が消耗しやすかったんですけれども、35人の皆さんやスタッフさんの掛け声、もう元気なパワーとかテンションに助けられながら撮影することができました。もうびっしょびしょに濡れたんですけれども、それがまた楽しくて最高の撮影でした。練習の動画を見て自分に足りないところや力の入れるところなどをよく見ました。私はやっぱ恥ずかしいと小さい振りになってしまいがちなのですが、
手足を大きく伸ばして踊ることを意識しました。で、本番で自分をさらけ出せるように本番のイメージを家でもしました。フリーダンスのところはお姉ちゃんと踊り続けていいなと思うところを、パッと出たいいなと思うところを合わせました。同年代のメンバーとやってものすごく刺激を受けました。一人じゃできないパワーをもらったり、失敗を恐れず前進して本気でやるという大切さを改めて感じました。本当にみんなに支えられました。で、こうひたむきにやってる姿はかっこいいなと思いました。今15歳にしかできない等身大の役をやりたいなと思っています。例えば制服を着て撮影する学園物語などに出てみたいなと思います。で、プライベートでは、一度ジムに行ってみたいなと思ってまして、体力をつけたり体のラインをきれいに保ったり肌の調子を良くするっていうためにも行ってみたいなと思います。春のポカリネオ合唱編では、撮影方法が急遽変更となり、共演したみんなに会うことができず、残念でした。100% 以前と同じように撮影することができないけれど、こうやって一緒に歌うことができて、とっても嬉しかったです。同世代のみんなにもネオ合唱に挑戦してもらって、一緒に楽しんでほしいです。